いった。あそこ内側に行くか外側に行くかだな。マジか。こんなに辛いものとは思ってなかったぞ、俺。行って。待って、一マスに入れない。よっしゃ。ここだな。そこを内側に行くか外側に行くか。頼むぞ。オッケー。なんかいろいろ入ってる。待って、その前に一回出ないと死ぬ。ダイヤモンド入ってるし。あの、こっからあれか、本来のザ・ドロッパーのやつが復活するんだ。最初なんでバグってたんだろうね。 TP。 いや、ここは登る。ちょっと待って、今気づいた。骨だ。人の骨になってるんだ。すげえ。なるほどね。うわ、怖っ。これもサムネっしょ。これもサムネ決定だわ。はい、OK。今のでサムネ撮影した。で、ここから登ってきたんだね、多分。こっちかな。Wait till the... なんだろう、これ。わかんない。あとで、なんか翻訳しとこうかな。いや、もうめんどくさいから今しようか。なんか、労働するまで待ちますみたいな感じ。本当簡単に言えば。あ、もしかして終わり？これで。なわけないよね。The bedroom。 どうしよう、これすげえラグが、あ、起きた起きた、ラグが起きた起きたじゃなくて。ちょ、3個ぐらい持っとこうかな。おお、暗視のポーションもあるし、で、治癒のポーションもあるから、治癒のポーション2個ぐらい持っていくか。 OK。 じゃあ飲んで知恵のポーションは飲まなくていいや。おお、え、あ、階段だってこと、階段だったの。これ全部一緒かな、多分。Look for the web and the vine. Follow the pumpkins.金リンゴがたくさんあって、チューと俊敏のポーションがあって、とりあえず全部食べとくか。早っ。ちょ、今何個ついてる。あ、パンプキンってことは、フォローザパンプキンだから、パンプキンを目指すってことかな。ほっ、よいしょ。あっ、ぶな。で、次のカボチャはこっちにあるから、こうか。で、これを登って、ちょっと待って、こっちからでも登れんのか。カボチャを目指すってことだよね、多分。カボチャを目指すだから、で、ここにカボチャがあって、セーブ。セーブとかある。ベッドもある。すげえ。あ、だからベッドルームなのかな。で、こっからまた、クモの巣ジャンプで、いった。よし。多分これでいいはず。で、これでまたカボチャを目指していくのかな。よし、43。今日だけで、30回近くは死んでんのかな、多分。
あ、かぼちゃあった。で、こっちにもかぼちゃある。え、ちょっと待って、かぼちゃあるけど、あ、クモの巣あった。だ、クモの巣に一回飛んで、で、こっち側に出て出て、え、ちょっと待って、はっはっ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あっぶねえ、クモの巣ビビる、マジでビビる。ちょっと早く早く出て、早く出て、 OK。 で、かぼちゃがあるから、で、またなんかゲットしたのか。なんだこれは。 Wait a bit till the sentこれ、この単語がわかんない、俺は。インポッシブルスターケース、あ、不可能だよみたいなこと。うわぁいや、一瞬見ただけで俺はちょっとやる気がなくなってしまった。よし、あ、間違えた、ここでいいや。で、レベル14、カラーズ。しゃ、うお、またこれは良いやつだ。え、ちょっと待って、足んねえ。足んねえ。結構行かないとダメだ、これ。ちょっと行き過ぎなぐらいで微調整しないと。しゃおらーしゃおらー、こういう系は強いんじゃ、俊敏のポーションじゃ、そんなにいらんのじゃ。これ飲んでも意味ないんだよね、つかねえし。バグか。よし、おっと、 The goal of this level to teleport in the nether、 ネザーじゃねえな、多分。 Before hitting theグラウンド。さあ、The portal has the same shape as the road。 お、すげえ。てか、どっかにネザーの音が聞こえるな。よし、じゃあ行きますか。Look Sunlight Move only left or right。 あ、レース、右か左にしか、つまり A と D しか使っちゃいけないよってことか。任せろ。え、ちょっと待って、あ、そういうことか。なるほどね、多分だけど、分かった。あのレースのあれ通りに動けばいいんだ。死んだやん。あ、今俊敏のポーション飲んでたから、これ関係ねえか。キンディングパワーでよ、ちょっとドーピングしていくわ。あ、ダメだ。多分じゃあ、あー、なるほどね、これ難しいな。わかんない。てかさ、そこのさ、描写抜けるのやめてほしいんだけど、マジで。そっから下のわかんなくなる。描写距離増やせばいいのかな。あんまりパソコンに負荷かけたくないんだよ。しゃ、オッケー、いいじゃないか。ポーションはいくらあってもいいやつだから。うわ、真っ赤。まあ知ってたけどね。で、ネザーゲートがあって、あ、ここから通ってんだな。ちょ、こっ
内側行って。水だ。え、ネザーで水って、ヒューマンヒート。え、テレポートした。あ、そういうことね。ちょっとした遊びもできるよってことか。なるほど、なるほど。ヒューチーシ。ここから戻れんの？え、でもこれネザーでの距離とこれの距離って、うわ、何じゃこりゃ。ちょ、え、今何にも見えなかったよ。何も見てない状態だったんだけど、よかったな。何何アゲイン、もう一度ゴーパーク、あ、ミニゲーム的な感じ、これもしかして。ちょ、マジでビビるからやめてほしい。で、これでセーブしてと。こういうのはなんか持っといた方が良さそうだ。充電と、安心なので。OK。ブラッドかな？血？あー、なるほどね。赤血球とかそういう意味？嘘だろ？安心飲まない方がいいね、多分あれ。いや、飲んでもそんな変わんないか。オッケー。すげえ。赤血球じゃねえや。血管の中の血液のあれを、なんか、流してるみたいな感じかな。下手だな。ゲームオーバー？なんだ。Congratulations, the game ends here. おー、終わった。Did you find the...ダイヤモンド、あ、それなかったんですよね。Did you find the N64? なんだ N64 って。Check all the other maps. A fly in the house. あ、違うやつもやってみてくださいよってことか。なるほどね。へぇー。終わった。ってなって終わったか。終わった。待って、これはなんだ？セットスポーン。待って、今なんか。よし、これでいいや。今変な感じになった。TP to a level。ああ、また新しいところに行くよってことか。おー、すげえ！これあれじゃん。あれ名前忘れたけど。え、すげえ。うわ、作り込みがすげえなー。はい、というわけで。このザ・フォールというマップ、あ、ザ・フォールじゃない、ザ・ドロッパーかというマップ、いかがだったでしょうか。個人的にはすっごい楽しみましたね。久々にこんな、ハラハラするようなハイフマップをやったかなと思います。でもう本当にね、すごかったね、一個一個がマジで。本当に今日すごいしか言ってないけど。というわけで今回はこれで終わりにしたいと思います。というわけで、ザ・ドロッパーご視聴どうもありがとうございました。また別のマイクロのシリーズでお会いしましょう。バイバイ。